ただいまご紹介に預かりましたグリコ有食品株式会社技術営業部営業戦略室営業企画グループの東馬と申します。ちょっと変わった感じになっております。この感じでどうというふうに思います。この度はですね、米米米粉消費拡大セミナーということで、弊社のアルファ化米粉米粉の活用についてという形で、説明させていただきます。それではまず目次になりますけれども、まず会社紹介というところから始まりまして、以下のような形で進めさせていただきます。まず会社紹介ですけれども、グリコと言いますとですね、皆さんやはり、素材系というよりやっぱりお菓子とか、牛乳とか、最近ではアーモンドミルクとか、そういったものも、販売しておりますけども、やっぱりその食品っていう意味で非常に大きいと思うんですけども、弊社はちょっとこう違う立場でございましてですね、こちらにあります事業内容としては食品原料とあと機能性素材等の製造販売ということを行っております。ですので、通常皆さんがお目にされるグリコのお菓子とかそういうグリコっていう名前が出ないもの、例えばですね、グリコの商品でもそうなんですけども、皆さんが何気なく食べておられるコンビニで買われた商品ですとか、グリコ以外のお菓子とか、食品、そういったものに実は弊社の商品が使われているという場面もございまして、知らず知らずのうちに弊社の商品を皆さん食べられているということがありますので、弊社の商品については直接、名前が出てくるということはあまりないというような形になります。で、弊社の事業展開というところなんですけども、2つございまして、テクスタライディング事業という部分とウェルネス事業というところになります。で、テクスタライディング事業というのはどういうものかと申しますと、小麦グルテンとかでんぷん色素、米粉などですね、食品素材を取り扱う事業という形で、弊社の物性改良技術というものを用いまして、国内外の食品市場に対して食べる楽しみというものを提供しております。で、この小麦グルテンというのはですね、実は弊社の一番メインになっている事業でございまして、実は先代、エダキグリコは佐賀で生まれましたエダキリーチがですね創業された会社ということになりますけれども、エダキグリコというのはもともと牡蠣の煮汁のグリコーゲンを栄養菓子グリコに応援したいということで、お菓子を作り始めたのがきっかけになるわけですけども、一方ですね、江崎リーチはこういう食品以外で何か素材でもですね、健康とか栄養機能っていうのを訴求できないかということをいろいろ考えておりまして、当時はですね、小麦粉から小麦グルテンとデンプンを分離しましてですね、その小麦グルテンを分解してグルタミン酸ナトリウム、いわゆる今商品になっています味の素ですね、それを製造を販売しておりました。ところがボス様がですね、大量に発酵法で安く、グルタミン酸ナトリウムを製造されるようになりましたので、そうなりますとこのグルテンから分解してグルタミン酸ナトリウムを取っていると、正直コストも高いし高いものになってしまうというところで、そういう調味料の事業をやめまして、じゃあその小麦グルテンをどういうふうに活用できないかということを江崎理事が考えましてですね、粉末化して食品に転化して、で、新たなテクスチャーを作るということで、小麦グルテンの販売を始めるということで、おかげさまで弊社のこの小麦グルテンに関しましては、国内のシェアということで販売させていただいております。で、あともう一つですね、ウェルネス事業というのがございまして、こちらのファインケミカル素材という形で、スポーツニュートリション市場ですとか、あと健康食品市場ですね、であとパーソナルケア市場に向けた、製品展開で、世界中の方々の心と体の、健康維持に貢献することを目指しています。いわゆる健康食品ですとか、また化粧品素材ですね、そういったものを製造販売しております。こういう形でですね、弊社は、
まあ、素材の分野で皆様の、おいしさと健康という部分で、貢献しているという形になります。で、新たにですね、今回のサステナブルニュートリション事業という部分も、まあ、始めまして、こちらに関しましては、まあ、さまざまな社会問題ですとか、あと環境問題ですね、いわゆる SDGs、CSR と、そういったところに関わる持続可能な社会の実現のために、まあ、貢献する素材について、まあ、いろいろと開発していこうということで、まあ、こちらのテクスタライズング事業、ウェルネス事業ですね、でこちらを、まあ、サステナブルニュートリション事業に、まあ、応用していこうという形でやっています。ですので、まあ、米粉の活用というところも、まあ、今回の命題として、こちらのサステナブルニュートリション事業の方に入るかなというふうに考えています。で、じゃあその小麦ゴールデントップシェアの弊社ではですね、まあ、なぜその米粉を始めたかというところなんですけれども、まあ、正直米粉現状でいくとやっぱりグルテンフリーで売られている商品によく使われているということで、小麦グルテンがまあどういうふうに変わってきているのかというところになるわけですけれども、まあ、二十数年前になりますかね、小麦の価格が非常に高騰しまして、まあ、今でも高騰はしているんですけれども、まあ、その当時、小麦を代替可能な米粉の開発というのがいろいろ考えられておりました。でその中で、新潟県食品研究センターですね、桐生粉砕による微細成分米粉製法というのを確立しまして、これによって小麦粉代替可能な万能米粉というものの製法を確立したと。でこれがいわゆる二段階製粉だったりとか、桐生粉砕ですね、酵素処理成分という部分が、東京成分として、まあ、確立したという形になります。でその当時に、新潟成分というのが設立いたしまして、これは1998年という部分で、パウダーライスという商品名になりますけれども、その切り粉砕米粉というのが、まあ、世の中に出始めた、まあ、きっかけという形になっています。でこの時にですね、やはりパンと言いますのは、まあ、特にその小麦粉と同じようなパンを作ろうと思いますと、どうしてもその発酵した炭酸ガスをこう作るんですね。細かい組織を作る必要があると。でその組織を作る必要があるというところで、その炭酸ガスを封じ込めるためには小麦グルテンが必要ですということで、さまざまな、まあ、この食品の製造方法レシピを開発した中で弊社ですね、グルテントップメーカーの弊社に、まあ、米粉パンに最適なグルテン製剤の開発依頼というのがなさりというところで、まあ、ここから、まあ、初めて、米粉の事業に弊社が参画したという次第になります。まあ、それで、新潟政府ですね、当時は第三セクターで弊社今でも株を保有しておりまして、まあ、そういう活動にも参加しておりますし、まあ、品質管理面ですとか、で、あと製造面についても、まあ、お手伝いしたりですとか、あとは弊社の米粉製品ですね、そちらの方の、まあ、お入りもしていただいたりとか、まあ、そういった部分で、いろいろと努力させていただいているという時代になります。次はですね、グルテンフリー市場とクリーンラベル市場の動向ということになりますけれども、まず世界のグルテンフリー市場ですね、今どういうふうになっているかといいますとですね、年間成長率が約 7.2% という部分で、もう一点クリーンラベル市場、まあ、いわゆる添加物を使わないとか、まあ、余計なものを使わずに、まあ、シンプルな配合で食品を作ろうという市場になるわけですけども、こちらは年間成長率が 6.6%というところで、まあ、今後非常に目覚ましい成長が見込まれています。まあ、このような形で上がっていて、まあ、ちょっとこちらはですね、2020年に落ちているんですけど、これはいわゆるコロナの影響で、まあ、ちょっと食品自体の流出が下がったという部分でありますけども、まあ、これがなければ順調に上がっているという市場であってだろうという形ですね。でこれらの市場における米粉を含む製品の上質というのも増加傾向にありまして、やはりその米粉というものがグルテンフリーですとかクリーンラベルといったものに、使われているというところになります。
当然世界に関しては日本でも一応アレルギーの方もおられますけども、まあ、セリアック病ですとグルテン不耐症っていういわゆる小麦グルテンに対して、まあ、抵抗性のない方がおられますので、まあ、そういった指導について特に、こういうものが多く使われるという次第になります。で、米粉の特徴と課題というものになりますけども、米粉に関しましては特定原材料28品目に該当しない食品原料であるというところと、まあ、健康面での効果も言われておりますけども、食品製造を実際する場合ですね、作業性とか食感面についてやはり課題というものがあると。でそれはまあ小麦粉に比べてという形で、一緒にしておりますけども、まあ、その米粉のメリットの部分に関しましては、表示の要請に対応可能であるというところで、消費者に分かりやすいシンプルな原料であると、まあ、お米という部分で、まあ、皆さん馴染みのあるもの。あとは食品添加物ではないため、食品表示が可能。もちろん食べ物、食品ということですので、添加物ではないというかですね。あとは遺伝子組み換えにも該当しない。で特定原材料28品目にも該当しないということで、まあ、安心安全なものであるというところ。であとは健康価値が高いというところで、小麦粉に比べてアミノ酸スコアが良好であると、小麦のアミノ酸スコアと40ちょいぐらいですね、ちょっと非常に低いんですけども、米に関しては、60ちょいありますので、まあその辺に関しましては高いと、まあ、さらにちょっと動物性タンパクと比較すると少し弱い部分もあるんですけども、まあ、アミノ酸スコアが良好であると。であと、低GIであるというところで、一方でデメリットの部分になりますけども、やはりこう作業性と膨らみが悪いということで、まあ、当然米の粉っていうのは混ぜても粘土が出ないので、米粉配合製品作ってもなかなかまとまってくれない、一塊にならないっていう部分があって、まあ、パンのように焼いた時も膨らみが出にくいっていう欠点があります。であと詰まった食感とか摩擦した食感になりやすいというところで、米粉配合製品の膨らみの悪さに気にして、要するにあまりこう膨らまないとこうベチャッとした食感になりますので、そういう詰まりが出やすいというところ。であとしっとりした食感が出にくいという部分もあります。やっぱり中途半端にこう焼いたりしてしまうとですね、どうしてもその持ち感が丈夫に出なくて、冷えた後にちょっとパサつく食感になることもあるという部分になります。ですので、まあ、作業性改善のために活性炭粘土が出るアルファコミコというのが使用して、まあ、生地のまとまりとかいったところを作るケースもあるんですけども、そうするとですね、今度一方で逆に寝ちゃついた食感になるというまた欠点も出まして、なかなか十分な課題解決には至っていないと。で実際にはですね、まあ、先ほどもお話したようにグルテン入れて、まあ、通常の銅小麦のパンに近い銅を形成させたりですとか、あとオゾネン剤、まあ、こちら食品添加物になりますけども、そういったものを併用して、まあ、グルテンフリーのパンを作る場合もありますけども、そういったものは絶対市場では8割以上占めていますが、やっぱりどうしても食感がですね、塗りっぽくなったりとか、このオゾネン剤特有の粘着が出たりとかして、なかなかこう米粉を生かした食感がうまく出てこないっていうケースがあります。ではこちらの図になりますけども、グルテンや増粘剤を利用したのが 83% で、まあ、いわゆる何も使ってない米粉だけで作ったものというのが製品としては 17% ということなので、なかなかこう米粉だけの特徴を生かした製品というのが実際できていないというところになります。そこで、まあ、弊社はそれを何とかできないかというところで、この米トロというものを開発したというお話になります。でこの米トロという、まあ、非常に日本的な名前でですね、米を使った、まあ、トロッとした製品ということで米トロという、まあ、ちょっと閉鎖製品は非常に安直な名前をつける傾向があるんですけども、まあ、この米トロといいますのは、特殊な側加工によって食品に対してふんわりとした食感を付与できる食品素材の米粉です。いわゆる食品添加物はあります。米を、加工しただけの製品です。でこの特徴が、3つございましてですね、まず加水によって粘土を発現し、加熱後はソフトでも時間がある原料を形成します。これちょっと後ほども少し詳しく説明します。
食品製造時の作業性やプライムが改善し、口中の良いソフトでふんわりとした食感を作る。これも後です。で、あと国産うるち米のみを使用したお米の優しい甘みを感じる食品素材です。ということで、先ほどあの大間先生もこちらとお話しされてましたけども、やっぱりお米を使うと非常にこう優しい甘み、あの砂糖とかそういう素材とは違った、またあの米独特のですね、甘みが生じるというので、そういうところを付与できる食品素材であるということで、弊社製造しております。ただちょっと注意事項がございまして、原料米はですね、新規事業米を使用しておりますので、いわゆる通常の米粉を使われている、和菓子ですとか、そういったものにはちょっとご利用になりませんので、その辺は食料法に基づいて、ご使用いただければというふうに思います。あとは、小麦不使用の工場で製造しているという形ですので、まあ、基本的にあの小麦の混入はあまりないという形で、製造しております。まずその次は米粉の米とろの基礎物性ですね。加水時どうなったということで、表面効果を持っています。米とろを加水すると割とこうダマにならにくくて、適度な粘度を発現するため、原料や生地のまとめが良くなって作業性やプライムを改善いたします。まあ、通常の米粉はもちろん水で溶きますと粘度が出ないという形になりますけども、逆に一般的な製法の米粉はかなりこう粘度が出ますけど、結構あのベタベタした状態になります。ところが米とろに関しましてはですね、まあ、適度な粘度が出て、なおかつあまりそのベタつかない、粘土を生じるという形になって、適度にこう物をつなぎながら、まあ、それがある程度まとまってベタつきにくいという物性を取り付けます。で、次は加熱後のゲル物性というところになるわけですけども、こちらはですね、米粉を加熱して、まあ、冷やしますとこういう形に付ける。で、一方で、通常の一般的な製法のアルファ米粉の場合はですね、このゲルにならずに、まあ、そのままでもより上のまま、残しておきます。ところがですね、米とろはですね、ある程度ゲル化しながらも、まあ、こういうオストコグニッと、まあ、お餅のような弾力のあるゲルを生じるということで、こちらもですね、結局は適度にゲル形成をしながら、でも硬くないと、餅っぽい食感になるというところが、まあ、特徴になります。では、物性をまとめますと、米とろを使用することで、米粉は一般的な製法のアルファ米粉では実現できなかった、加水時に粘度を削減しながら、加熱後は柔らかいゲルになるという効果が得られる。ということで、まあ、適当にという言い方をしたら何なんですけども、本当にあの適当に硬さがありながら適当に柔らかいというような物性を維持できるという素材になっています。先ほどお話したように、米粉の場合は粘度が出ないですが、加熱後のゲルは硬く。一般的な製法のアルファ米粉の場合は粘度は非常に出ますけども、ちょっとベタつくので、加熱後のゲルもゲルにならずに粘着ついた液体になる。ところが、米粉の場合は、粘度がある程度出ますし、加熱後、ソフトで加熱したゲルを形成するというのが特徴になります。次は米とろが食品に与える効果ということですけども、実際に米とろを米粉パンに使いますとどうなるかというところについてご説明。米とろの食品中の効果を確認するために米粉のみでは膨らまない、まあ、釜を作る配合にで検証を行っております。でこの米粉パンを実際に作って、効果を確認しているわけですけども、米粉のみの場合と、一般的なアルファ化米粉を、米粉の1割強ですね入れた場合で、あと米とろを添加した場合という形で配合を組んでいます。でこちらの米とろ添加っていう米粉パンの配合ですね。こちらが、本日、皆様にご試食いただける、米粉パンの配合になっています。まあ、いかてシンプルな配合で、米粉、まあ、これは2月前のパウダーライスという米粉を使ってますけども、こちら260に対して米とろを40添加しただけです。あとはもう基本的にパンで使う砂糖とか塩とか、ドライイーストショートニング、水を使って焼いた。非常にシンプルな配合になっています。
まあ、こちらのミッシング条件とはちょっと合体いたしますけども、まあ、最終的には、200度で30分を焼酎という形を。でこちらが、まあ、米トロ添加した、菌の様子という形になってますけども、まあ、こんな形でですね、ちょっとまあベタッと、さすがにあのなんですかね、あの手でこう成形できるほどあのゾーンにはなってないんですけども、まあ、あの流すほど、まあ、ベタベタしてなくて、ある程度は固まった状態の生地に仕上がった。これもあの後ほど、実際に練ったものを見ていただきます。でこれをまあ、1型に入れますと、大体、先ほどの分量で3分の1ぐらいになりますけども、これ発酵させますと、ほぼ1杯ぐらい。だから、おおむね3倍ぐらいに膨れる形になりますけども、で、これを調整すると、まあ、こういう形になって、まあ、少しですね、ちょっと、あの、真ん中がへこむんですけども、中はまあ、そんなに、あの、空洞ができるとかいうところまではいってないです。ただ、やはりあの先ほどもお話ありましたけども、過発酵させすぎるとやっぱりちょっとあのこのへこみとか激しくなってくるので、まあ、ちょうどこの一斤型のギリギリのとこぐらいで発酵を止めてもらったら、まあ、いいかなという感じです。で、実際にですね、あの先ほどの配合のパンを焼きますとどうなるかというところなんですけども、まず米好みの場合は当然ミキシング時には粘土が出なくてまあシャバシャバの状態になっている。でそれをまあ先ほどの一斤型に入れてあげてもこうやって釜を起こしてまあ丸で膨らまないという形になります。で一般的な製法のアルファ化米粉を使った場合はまとまりますけども結構ベタベタして本当に作業が悪いという形になります。で焼いてまあ焼けなくはないんですけども、まあ、膨らみはやっぱり少し弱いかなという仕上がりになります。ところが米灯籠を使ったものですね、だと、まあ、ある程度まとまるというところで、まあ、ネタつきが、まあ、少ないんですけど、まあ、ネタつくのは出てきます。まあ、それはちょっと後で、実際に見ていただくと分かるんですけども、まあ、ですが、焼くと非常によく膨らんで、まあ、キメも割と細かい、米粉パンが出来上がります。というところで、実際にその、まあ、焼き上がった米灯籠のパンですね、米粉パンを食べますと、まあ、歯切れ口どけの良さ、ソフトさ、ふんわり感で良好なスコアというのが得られます。まあ、こちらの他の検査した結果ですけども、この水色の部分です。これが米粉の。でそれと比較すると、一般的な製法のアルファ化米粉添加粉に関しては、まあ、しとり感ももちり感でソフトさはあるんですけども、やっぱり口どけが悪くて歯切れも悪い、まあ、ちょっと寝ちゃってた食感があるっていうところがあるんですけども、米粉で焼いたパンは、口どけの良さ、加減も非常に良くて、まあ、美味しいパンを焼けると。まあ、これは実際にあの食べていただければお分かりになるかなというふうに思います。でこうやって焼いたパンはですね、大体米粉パンというと、まあ、翌日には結構硬くなるということがあるんですけども、まあ、この配合で焼いたパン、翌日でも、まあ、ほぼ変わらない食感を維持してまして、まあ、2日経つとちょっと硬くなってるかなという感じではあるんですけど、まあ、非常にあのその持ち感ですとかしっとり感、ふんわり感というのは結構維持できるパンができます。じゃあその米粉パン以外にですね、米とろもちアプリケーションということで、紹介していただきます。まずは米粉のパンケーキということですけども、まあ、米粉のパンケーキもですね、普通にあの米粉だけで焼くとなかなかこう膨らみボリュームが出なくて口どけっていうのはあまり良くないとかのものに仕上がるんですけども、米とろ、まあ、こちらの場合はほぼ、1割ですね、添加しますとですね、このような形で、まあ、米粉だとこうだれてるところ、まあ、当然あの米とろ入れると縮めと上がりますのでまとまりのいい生地になりますし、まあ、焼いてもふんわりした食感が出せるというような形ですね。で次はグルテン不使用の米粉麺ですね。まあ、やはり米粉のつなぎなので、米粉を使いたい、米とろを使いたいという形になるんですけども、残念ながら米とろだけではですね、ちょっとつながりが悪くて、これは通常のロール製麺機で製造した例にはなるんですけども、ちょっと米とろだけでは弱いので、アルファ化までのつなぎも補助的に入れて、あとプラス、まあ、増粘剤ですね、まあ、なるべくこういうものは入れたくないんですけども、やはりちょっと麺
を作る場合はちょっと厳しいところがあって、アルギン酸エステルとグアナンですね、こちらを配合した、こういうものを使用しております。ただまあこちらですと一応企業さんの、まあ、ロール洗面器でも一応変化ができるということで検証はしております。まあ、あとこちらの GMX E2 というのは弊社の酵素処理電子の G 酸化鏡電子になりまして、こちらは添加物になりますけども、米の適度な硬さを加えるために使っております。で次は幼児向け食品の取り水けということで、まあ、あの市販の幼児食に米トロを加えることで、まあ、加熱することなく、ネタ付きの少ないとろみを付与するというところと、増粘剤を使用した際の特有の匂いとか味、ネタ付いた食感がなくてお米由来の優しい甘みを付与することで、まあ、お子様にも安心して、ご試食いただける形になります。まあ、例えばカレーですとか、トマトソースとか、コアラソースとか、あとおかゆですね、まあ、その粘度が足りないときにこの米トロを加えてもらうと、まあ、粘度が上がって食べやすい状態に仕上がるという形ですね。で、あとは小麦粉ベースの食品に対しても、まあ、非常にいい効果がございまして、同じような餅チーズの食感を付与することができますし、お米由来の優しい甘みを付与することができます。まあ、いわゆる湯種で食パンを作られるケースがあると思うんですけども、独特のもっちり感ですね、を出すためにこの米トロを使いますと、まあ、本当に添加するだけでその甘い、もっちり感としっとり感というのが付与することができる。まあ、だいたい 5-10% 強力を置き換えることで、成功することができます。まとめとしましては、米トロをコンセプトとしまして、特殊な化学加工により増粘効果に優れながらも熱は近づ、食品に対してふんわりとした食感を付与できる食品素材の米粉であるということですね。で、あと主な特徴として、加水によって粘度を削減し、加熱後はソフトで持ち感のあるゲルを形成すると。で、食品製造時に作業性や膨らみを改善し、口どけの良いソフトでふんわりとした食感を付与、あと国産うるち米の実を使用した米の優しい甘みを感じる食品素材であるというところで、まあ、幅広く、米粉パン、米粉のアプリケーションだけではなく、小麦粉製品に対しても、まあ、美味しい食感を付与できるという形でご使用いただきます。で、まあ、こちらの製品情報になりますけれども、リスト型に関しましては20キロ金のクラフトボトルインという形で、賞味期限が製造後180日という形になっております。まあ、この本法とか注意事項というところも参考になります。で、もう一度申しますけれども、原料米は新規場米を使っておりますので、食料庫に基づいてご使用くださいというところになります。で、コントロの方の説明は以上になりますけれども、まあ、弊社は米関連素材その他いろいろやっておりますので、それについても簡単にご紹介させていただきます。弊社取り扱いの米粉としまして、これはまあ新潟製造の製造を販売している米粉になりますけれども、パウダーライスですね、酵素処理米粉のパウダーライス C1 で、あと二段階製造されましたパウダーライス B ですね、こちらの方を販売しております。まあ、これが原料米のコシヒカリになったシリーズもあるという形ですね。で、あとは米粉パン用ミックス粉というところで、米粉ミックス粉 20A、 これはグリコブランドの弊社商品になるわけですけども、こちら米粉パン用ミックス粉でグルテン配合の商品になります。まあ、こちらが以前に、20数年前にですね、結構農政局さんが農政事務所さんとかが中心になりまして、米粉パンを学校給食に入れるよという動きがかなりあったと思うんですけども、その当時にいろんなところでご紹介させていただいております。で、あとは米粉ワールドミックス A3 ということで、これはグルテン仕様の米粉パン用ミックス粉ということで、これは弊社ブランドではなくて、共同組合マイワールド21普及協議会というところの製品ということで、まあ、弊社の方がいろいろといろんなメーカーさんに販売をしていただいています。で、あとはちょっと経路の違う商品になりますけども、米由来タンパク質のコメタンという商品も弊社製造販売しております。
山の商品がコメントロで次が込めたということなので、まあ、これも相変わらず分かりやすい商品になっているんですけれども、米からですね、自然分を加熱固化させて、それを分解熟したものを米タンパクとして販売しています。まあ、要するにあの米粉をですね、加熱分解して、糖液を作ります。で、この糖液自体は、いわゆるあのランスシロップという形で、製菓とか飲料向けに、まあ、作られているんですけども、それで残ったものがですね、有効活用できないかということで、生成いたしまして、米タンパクを取り出して、米タンという商品にしております。でこちらが大体、タンパク質が 77.4%、弊社の規格でいうと 75% 以上という商品になるんですけども、まあ、元の米が、タンパクが 6% ということなので、まあ、非常に濃縮された、まあ、10倍以上濃縮された商品ということで、それから販売しています。ただ一つこれ、商品残念なところがありましてですね、あの国産の米使ってません。あの海外の米粉から取っているので、残念ながら国産っていうふうに言えないのがちょっと難点ではあるんですけども、まあ、その米由来のタンパク質ということで、実際にお使いにされているケースがございます。で、商品2つありまして、喫水と焙煎と、まあ、これも非常にあの和風な名前になってます。喫水というのが、まあ、こういうクリームを入れたもの、まあ、その米さんのもので、焙煎というのは焙煎加工です。で、なんで焙煎加工をするかというとですね、通常あの小麦、よくグルテンを含んだ糖ですね、タンパクを入れますと、まあ、今の米さんもそうですし、米さんの喫水もそうですし、あと、牛タンパクとか大豆タンパクを入れると、グルテンのネットワーク形成を阻害されて、銅がボロボロになります。つながりません。だからなかなかこういいパンが焼けない。ところが、先ほどの喫水を焙煎、加熱処理することで、作った米さん焙煎であると、通常にグルテンがつながって、まあ、きれいな銅ができる。例えばこれ、出版社の方で効果ですけども、まあ、弊社の GMX BA5、これはあの低糖質パン用ミクトになります。低糖質パンなんで小麦を、まあ、使ってないパン、あまり使わないパンっていう形になるんですけども、そうすると非常にこう膨らみが悪いんですよね。ところがその他のタンパク、要するに膨らみが悪いタンパクを入れて膨らみが悪いところを米タンを使用しますと、非常に膨らみのいいものができるという形になります。であとその他ですけども、米の菓子シリーズということで唯一弊社が一般消費者向けに販売している商品です。でこれは何かと言いますと、ホームベーカリー用の米粉ということで2009年から販売しておりまして、現在ではパナソニックさんのホームベーカリーの方で推奨商品ということで、販売されている。で、3品ありまして、いわゆる小麦グルテンを配合した、まあ、強力粉として使うタイプの商品と、米の粉、米粉、これ米粉 100%、だから本当に米粉だけです。で、あとは、グルテンフリーの米のかグルテンフリーという商品ですね。こちらもあのパン用のミックスになります。で、この2つ、米のか米粉と米のかグルテンフリー、これに関しましては非常に厳しい条件下で作っておりまして、小麦のアレルギー検査を行った原料を用いまして、小麦のアレルギー検査が行われた工場のラインで製造しまして、完成した商品の小麦アレルギー検査を実施して、すべてに合格した製品を出荷していますと。ということで、小麦アレルギーが、まあ、ほとんど含まれていないというのを前提に、販売しております。でちなみに、まあ、小麦アレルギーの物質検査方法についてはいわゆるイムノクロマト法によって検査をしておりまして 2ppm 未満ということで、検出されなかった商品を出荷しているという形になります。まあ、こういったところで、まあ、グリコ A 食品に関しては、いろんな食品素材を販売しているんですけども米関連素材の新しいお産創造をしているということで、まあ、ぜひ皆さんにいろいろご検討いただければというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。